はい、チョイキ太郎です。ちょっとね、私これなんていう事件が起こるんだってね。川崎ですよね、川崎、あの神奈川県川崎ね。これバイクの乗用車が追突して、バイクに乗用車が追突して、バイクの運転手の男性が、51歳の方が亡くなると。なんと、なんでかっていうことが、乗用車運転の自称61歳の男を現行犯逮捕。ね、呼気から基準値を超えるアルコールが検出って、飲酒運転だっていうふうに思うじゃないですか。飲酒運転はダメですよ。まだ未だにね、飲酒運転って、なんか熊本でもそんなのが飲酒運転の死亡事故があったんだけど、こんな、これだけ言われてもまだ飲酒運転するんだっていうことなんですが、これはどういうことかっていうと、川崎市で職務質問を受けていた男が車を急発進させてバイクに追突。そのバイクの男性が死亡したっていうことなんですけど、午後9時半頃ですよ。その深夜じゃないですね。川崎市の宮前区の市道で急発進した乗用車がバイクに追突。バイクを運転していた川崎市の会社役員の51歳の方が全身を強く打って死亡しました。びっくりしただろうな、これ。まあ、警察の調べだと、事故のおよそ10分前に、路上に車が停止していて、運転手が寝込んでいる。ね。私もそういうの見たことありますけど。ということで、まあ、それは、隣にね、止まった車の方とかが、まずいと。まあ、最初、飲酒運転で、なんか具合悪くなった、病気じゃないか、そこに止まってたら危ないっていうことで、110番通報したんですね。で、警察官、当然駆けつけますよね。警察官が車に乗っていた男に声をかけて、かけるわけですよ。コン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 、どうしました？言ったんだと思いますよ。ガン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 って。したら、まあ、急発進したっていうことなんで、自分が、本人は、酒飲んでて、あっと思って、やばいと思ったんでしょうね。で、逃げようって言って、アクセルを踏んだんですよね、きっと。ね。そしたら、その場所から、700メートル離れたところで、バイクに追突。だからもう酒に酔ってる、びっくりした警察だってブワーッとアクセルを踏んで行った先に、たまたま信号が止まっていたのか、もう発進しようとしていたのか、ねえ、そのバイクにもう多分ノーブレーキで突っ込んだんでしょうね。過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕。過失か。危険運転とかで取りたいよね、こんなのね。で、事故を起こした後に、なんと車を降りて50メートルほど逃走。すごいなぁ。まだ逃げるんだね。で、警察官に確保されたと。逮捕のアルコール検査で、基準値を超える、アルコールが検出されている。で、これ逮捕された時は、取り調べに対して事故を起こしてしまったが酒を飲んでいたこともあり、よく覚えてない。だけども、これね、酔いも覚めて分かってきて、事故を起こしたの間違いないと言っているという。事故を起こした後に逃走した理由は、この事故を起こして酒を飲んでることがバレるというのが怖くて警察に捕まると思った。で、過失運転を酒気帯び運転に切り替えて事故の経緯を、こんなも危険運転とか、これ、いやー、だけどまだ本当に飲酒運転やる人がいるんだね。酒を飲んじゃうと分からなくなって運転しちゃうっていうこと、じゃあもう余計まずいよね、これね。まだ昔のこの50代ぐらいだとね、多分20代とかだと、まだ飲酒運転ってダメだったんですよ、昔からダメだったんです。飲酒運転はダメなんです。だけども、まあまあ見逃されてるって、すごい時代だったですよね。今考えたら普通にみんな酒飲んで行ってて、そういう時代だったんですよね。まあ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 みたいなね。
まあ、もっと基準も軽くてちょっとぐらいだったらいいみたいなね、まあ一滴でも飲んだらダメですよって話でね、まあ、こんなことで亡くなるってどういうことなんだろう。だから酒を飲んで運転するっていうことはまともな判断ができないんで、いつこの人を殺してしまうかわからないっていう状態で運転するんだよ、だからこれは罪は重いよねっていう、まあ刃物を振り回しながら走ってるのと一緒みたいな取り方なんだけど、まあ実際これ普通の殺人よりは量刑は軽いんですよね。まあ実際人を殺そうと思って走ったわけじゃないっていうことがまあ明確な違いなんで、昔は車でやってた業務上過失致死って言ってね、まあ飲酒運転でね人を殺したってね、本当1、2年だったんですよ。実はそんな時代があったんですよ。車で人を殺しても1年ぐらいだったんですよ前ね。不思議な時代だったんですけど、今ねそんなことはね当然通るわけもなく厳罰になって厳罰傾向になっていってるんですけど、差別殺人と一緒ですよね。これ多分10年ぐらいで済んじゃうのか、7、8年とか。いや、飲酒運転の殺人事件もっと重くなってる傾向はありますよね。15年とか20年とかってありますけど、まあ、おそらく、初犯だと思うんですよね。過去に刑務所にでもね、一度もでも行っているとなるとまた全然話は違ってきますけど、初犯で、まあ、飲酒運転で殺人10年、13年。でも、そこからまた逃げてるっていうのもありますからね。これはちょっとね、普通、まず飲酒運転ではしていた。で、寝てしまうぐらいの酩酊状態。で、事故を起こしました。逃げました。まず1回目で逃げました。事故を起こしました。さらに逃げてるんで、やっぱりこれは結構重いでしょうね。事故が分かっていて逃げたっていうと、助けるという義務を怠ったっていう罪も加算されますんで、まあそうなりますわね。逃げちゃうか。ね、まあ気持ちは、その飲酒運転の気持ちじゃないよ、何かをやった時にとっさに逃げたくなる気持ちは分かるんですよ。うまく逃げれたら、かわせれたら、まあ車の事故や違反で逃げて逃げてって言ってどん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 罪が大きくなっていくってこと結構ありますもんね。一回接触してから逃げてどんどんこう緊急配備されて逃げきれないっていうのもありますから、まあちょっとこういう事件が起こるんだなって、私はびっくりしてます。ねえ。まだ未だに、子供のところに飲酒、子供のところに突っ込むとかいう話もありますしね。まあ、交通事故はゼロではなくならないんだけど、限りなくゼロに近づけていけれるようにね、なってると思うんですけども。はい。なんとも痛ましい事故です。はい、以上です。はい、皆さん。最近、チャンネル登録、高評価言ってなかったんですけど、やっぱり言わないと伸びないですね。本当にチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。そうそう、実は漫画、極道楽園、ね、極道パラダイス、第3巻、電子で出ましたよ。皆さん見てください。ね、URL 貼っときますんで。電子版なんです。ね、本屋さんに行かなくてもいいですよ。タブレットや携帯で見れるって、すごくお手軽で、リーズナブルになっております。そして、懲役太郎、ね、これは紙の本です。ね。裏社会から人生を守る教科書。ね。こういうこと、これを見てれば、あなたも殺人事件に巻き込まれない。殺人をしないで済むという、本当にいい本です。ちょっと無理があるけども、皆さん、よろしければお買い求めください。以上です。